はい、どうも、増田です。今回、相手を遠ざけるジャブ、こちらをやっていきます。ジャブをダブルで打ちます。まず一発目のジャブを相手の右手のグローブ付近、この辺りに打ってください。グローブから顔にかけた間ぐらい、そうすると相手はパーリングします。パーリングをまず一発目でさせます。この後空いてるのはおでこ、パーリングさせてもおでこは空きます。ジャブを一発打つ、戻しきる前に止めます。ここから次を打ちます。ジャブを打ってここまで戻さない、ジャブを打って少し戻して、ここから角度を変えておでこに入れます。おでこはパーリングしても空いてるので、パーリングさせて次おでこ、その時に肩を入れます。戻りきる前に角度を変えて肩を入れる。おでこを弾かれると頭重たいので、弾かれた方向に体は持っていかれます。あからさまに押し込んでいくジャブとはこれは少し違います。弾くイメージ、肩を入れてポンと弾く、一発パーリングさせて戻る前に上に肩を入れて弾いていきます。ここは特にハンドスピード、そういったものもいらないかなと思います。戻しきる前にすぐ上に行くので、ここのスピードというのはハンドスピードを出さなくても、一発二発の間というのは短いので、変に力が入ってしまうと一発でバチンと打って戻ってしまうので、ここまで行ってしまうので、軽く力を抜いて一発打って戻る前におでこ、そういった風にやってみてください。